ちゃった。クイズをやっちゃった。チャチャチャ、あけぼのやっちゃった。あけぼのさん、1000万円頑張ってくださいね。中学校いんだけどこれ、この1万円中学校いんだけどこれ、こんなに1、2、3、4、5いっぱいあるんだけどこれ、そんなにかっこよくないから、お金だから、お金中学校。さあそれでは1000万円決定クイズビリオニア、まず1問目、相撲界で最高の番付は何？ A 横綱、 B 大関、 C 関脇、 D 社長。さあどうぞ。超簡単なんだけどこれ、こんなの俺間違ったらみんなにフーチャカ P だって言われちゃうよ。フーチャカ P って何？フーでチャカで P で意味わからない。すごいよこれ。さあ、あけぼのさんにとっては超簡単な問題です、ね、ありがとうございます。じゃあライフライン使っていいですか？ライフライン、テレフォン使います。わかりました、テレフォン。もしもし、もしもし、あけぼのです。自分にかかっちゃった。もしもし、おいおい、ほらほら、超痛手なんだけどこれ。あけぼのさん、電話誰がバラしたんだ、はい、あけぼのさん、武蔵丸がバラしたんだ。あけぼのさん、ライフライン一つ消えちゃいましたよ。 A、B、C、D どれなの？じゃあ50-50 ですか？わかりました。じゃあ50-50こちらです、どうぞ。皆さんありがとうございます。じゃあD の社長で。わかりました、それでは D の社長でファイナルアンサー。ファイナルアンサーと思いきや、いやどうぞ。そういうのないから、こう思いきやとかないから。で A の社長だ、横綱だって僕は最初から言ってましたよこれ。じゃあ A の横綱でファイナルアンサー。超ファイナルアンサーなんだよ。お前先から何睨んでんだよ。お前俺が弱いからってバカにしてんじゃねえのか。お前だったら俺6-4の割合で勝てる。ギリギリじゃない、私素人よ。じゃあね、もうまだ1問目よこれね。 A 横綱、 B 社長、どっちなの？分かりました、じゃあ僕決めました。じゃあドロップアウトでお願いします。あんたバカだろうね。分からなかったんですよ、僕は。そのリアルタイムで見てなかったんですけれども、はい、で動きながら、ね、歌ってたから走り回って、ね、走り回って、はい、ほんまにこんな歌い方すんのかなと思ったら、いや、いつもいつも、はい、まだね、こう狭いからいいんだよね、はい、あの大きいね、ステージだと広いでしょ。はい、もう一曲やると疲れてありますよね。最近ね、年取ったら息切れして歌いながらぐるっと回ってくるとね、はい、結構チップもらうんだよ。やらしいやらしい。動いた、また動いた。チップ狙いで動いてたわけですか。あれは気づかったな。でもいかがでしょう、モノマネの方は。はい、よろしくお願いします。うまいよ。ありがとうございます。うまいですか。オーラ巻きだなと思ったもん。結構動いてたもんね。動いてましたよ。ね、でもうまいから後でチップあげてくださいよ。お願いします。超面白いんだけど。面白いんだけど。知らんで。もう殺されるの覚悟でいます。3回連続ぐらい。あけぼの。前回違うのやったんですけど、あけぼののフレーズのとこだけ爆笑だったんですよ。だからもうこれしかないから。行けるとこまであけぼので行こうか。もうご本人来るまでね。いかがですか、これあけぼの似てます？似てるし、相撲上がりなんですか？相撲上がりじゃないんだけど。はい、ということでですね、はい、
はい、聞いてみましょう。美濃さんとあけぼのさんすごくよく似てました。でも私ね、中島まりさんのあの破れかぶれが大好きなんですよ。本当に強引に説得させられました。面白かったです。はい、お邪魔しました。